はようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。なんか昨日結構疲れたな。疲れた。うん。日に当たったからね。うん。なんか疲れたよね。うん。ちょっと今日これから会議だけど寝るかもしんない。あいがーやばい。それじゃあいただきます。今日の天気は？今日の名古屋は予想最高気温26度、最低気温17度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温18度、晴れです。だんだん夏に近づいてきてるね。いやだなぁ。どうしようも。これじゃ暑いのかな、ちょっと。無理？無理じゃない。仕方ない。日本で会ってないじゃん。はい、今朝はパンをいただきますよ、お母ちゃんが。パンだよ、うん、今日はトーストで焼いてくれましたよ。すごいシンプル、ね、はい、1枚目はバタースト、え？ 1 枚目はバタートースト、シンプルにいただきます。シンプルだ、どうぞ。これで十分うまいもんね。そうだよね。はい、2枚目はシーチキンとからしマヨネーズを和えたものを上に塗っていただきます。キュウリ切ったかな。キュウリ、いや大丈夫だよ。あ、そう、うん、あればで聞いただけ、うん、はい、2枚目完成。ちょっと味見したら結構美味しかったよ。あ、美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。そして母ちゃんが玉ねぎ切ってくれました。いやー、シャキシャキするね。ねえ、今日はね、GoPro で久しぶりにってことないか、お客さんとか行くね、途中で、撮影しております。 GoPro もね、かなり仕上がってかなり使いやすくなってきてるよね。まあ、そんなところでね、 DJI から今月15日、なんかGoPro 潰し的なアクションカメラが出てきますけど、皆さんどうされますかね。僕はね、とりあえず買うつもりはありません。事前のね、リーク情報で見ると、ほとんどね、 GoPro と性能同じで、何が唯一の利点がね、レンズの横に、まあ、そこそこのサイズの液晶画面がつく。プレビュー液晶っていうのかな。まあ、何がいいかっていうと、GoPro 結構ね、皆さん自撮りされる方が、スポーツやっててもね、お見えになると思うんですけど、まあ、その時にね、生きてくるのかなと、いう感じですね。GoPro もね、スマホにつなげばね、自撮りのプレビューで生きるんですけど、まあ今これ僕が撮影してる 4K60 フレーム、この状態だと残念ながらスマホではねプレビューできないので、まあそこで自撮りされる方はね、いろいろ困ることが出てくるような感じだと思うんですけど、まあ、多分ねこれ 4K60 フレームで撮るとリアルタイムにね、撮影しながらスマホに送るっていうね、多分帯域はね、撮影しなければプレビュー見れてるので帯域は足りてると思うんですけど、処理能力の方がね追いつかないんじゃないかなという感じですね。この辺はね、まあ、今年また秋にね GoPro 8が出てくるような噂もありますけど、ハードウェアの面でね、更新バージョンアップされてまで 4K60 フレームでもプレビュースマホでできるんじゃないかなと僕は思ってますけど、まあ、そうは言っても僕の使い方ね、僕のチャンネル見てくれてる皆さんは、お分かりだと思うんですけど、自撮りをしないんですね僕は。まあ、顔出しをしてないからっていうのもありますけど、でね、大体まあ家族とかでね、保存用の動画とかだと、まあ、自撮りしたりすることもあるんですけど、GoPro ぐらいね、広角なレンズで、レンズを持ってるアクションカムで、自撮りを確認する意味、まあ、その画角とかね、画角というか、その構図、
構図を確認する上では必要かもしれませんが、特にね、苦になったことがないので、いらないなと。で、DJI の唯一の利点の、その自撮りできる、その、液晶カメラ、液晶画面が、あったとしても、僕は使わないので、GoPro の方が使い慣れてるし、なんか GoPro でいいかなと、僕は正直、ね、皆さん、グルドンの皆さん僕に買え買えって結構押して来られるんですけど、僕としてもその YouTube の話題性としてはね、そう一時買って、再生回数伸びるとかね、そういうのはあるんでしょうけど、そこじゃないんですよね。もしね、その、今僕がね、GoPro で不満な点は不安定さ。電源オフにしようと思って、長押ししてもね、今日朝出てくる時もそうだったんですけど、長押ししても電源落ちないとか、ちょいちょいあるんですよね。撮影ボタンを押したのに撮れてないとかね。で、録画オフにしたのに、そのまま継続して撮れちゃってて、SD カードとかね、いっぱいになったり、バッテリー切れちゃったりとかね。そういうことがちょいちょいあるので、その辺の不安定さを改善とかね、今 GoPro Hero 7に関しては特にね、熱の問題があるので、その辺がね、改善されてるっていうんであれば、まあ、買ってもいいかなとは思うんですけど、あとは値段次第ですよね。GoPro より高くて、とかね。秋にもし、その GoPro Hero 8とかが出てきてね、その辺改善されてやるんであれば、使い慣れてる GoPro の方が、いいかなと。思うんですけど、あとね、アフターパーツとかのね、ことも考えれば、やっぱり GoPro にね、軍配が上がると思うんですけど、ちょっとまだね、手元には届いてないんですけど、GoPro 用のね、新しいアクセサリーもね、ちょっと、ポチってしまったので、その辺ね、やっぱ考えると、まあ、GoPro Hero 5、6567と3世代にわたって使ってますし、その前のね、GoPro Hero 4もどき、4なのか3なのか、その結構中華製のアクションカーもあるじゃないですか。その辺からね、ずっと使ってるので、使いやすさというかね、使い勝手はね、GoPro に軍配が上がると思ってますので、DJI のアクションカムは今のところ僕は行かないなぁ。結局 GoPro があるのにね、使わない。どっちかしか使わなくなる。検証ぐらいでね、こう一緒に使うことはあるんでしょうけど、どっちかしか使わなくなるし、GoPro の方が安心して使えるような気がするんですよね。まあ、そんな感じでね、僕は、とりあえず DJI のアクションカムには流れません。まあ、そんな感じでとりあえず、お客さんのところの会議行って、また午後からね、撮影したいと思います。はい、会議終わりました。もうじき11時になるね。かなりこの辺、のどかな、田んぼ、道。その割にはね、道路がいいんだよね。今日はしかし、低い位置に雲があって、真上には全く雲がないね。もう夏の感じだね。この辺もあと1ヶ月もしないうちにね、稲がこう伸びてきて、一面、こう緑でね、囲まれる感じになりますね。こういう感じが好きなんだよね。昔から僕が育ってる。僕のね、家の周りもね、もともと、ちょっと歩けばね、こんな感じの田んぼばっかりの場所だったんだけどね。もうイオンができたりなんかして、だいぶ開発されちゃってますけど、僕はこういう感じの方が好きですね。今日は昼ご飯どうしようかな。
家帰るともう12時回っちゃうしね。久しぶりにどっかで食べていこうかな。てっきり会議終わってお客さんご飯行くと思ったらね、今日いろいろお客さんも会議続きで食事が行けないっていうことだったので、どっか探してランチ行きたいと思います。はい、今日はいつもの、いつものじゃないな、たまに来る一般さんでざるそばセットいただきます。はい、お仕事終わりました。終わったのかな、むしろ始まるのかな。まあそんな感じだよね。今日もお呼ばれです。かわいそう、本当にかわいそう。今日はね、なんかこれパッと見見てるとね、すげえいい感じの夕焼け感がね。ごめんなさい、ごめんなさい、よいしょっと、よいしょっとか、いい感じの夕焼け感が出ております。 ND フィルター最高。なんか分かんないこと言ってる。見て見て見て、目視してるより、うん、肉眼より夕焼け感があるでしょ。なんか、うん、いや暗くしてあるんだよ。ごめん、レンズにサングラスかけてあるんだよ。何言ってんだ。とりあえずちゃんと見て安全運転で送ってください。いつまで拍手してんだ。ダメだこりゃと。ダメだね。うん、ダメ。いや今日はちょっと、まあ時間もね、7時ちょっと前なんで暗くなってきてますね。それではお店入れたいと思います。